こんにちは、さおりです。今日は焼かずにショートケーキを作ってみました。焼かないので混ぜるだけで簡単に作ることができます。では作っていきます。ボウルの中にアーモンドプードルが入っています。粉にしたオートミールを入れていきます。全部アーモンドプードルで作っても美味しいです。溶かしたココナッツオイルを入れていきます。塩を入れていきます。今回はお砂糖の代わりに2倍濃縮の甘酒を使っています。メープルシロップやアガベシロップに変えても大丈夫です。その場合は水やミルクを足して生地の調節をしてみてください。しっかり混ざったら型に開けていきます。パウンドケーキ型を使っていますが、タッパーや好きな型を使って大丈夫です。 1.5 センチぐらいの厚さに薄く伸ばしたら冷蔵庫で冷やして固めていきます。次はクリームを作っていきます。今回はカシューナッツのクリームを作ってみました。過去の動画でお豆腐で作る豆腐クリームやココナッツミルクで作るクリームも作っています。好きなクリームで作ってみてください。一晩水に浸水させておいたカシューナッツをブレンダーに入れていきます。アガベシロップを入れていきます。メープルシロップや好きな甘味に変えても大丈夫です。塩と水を入れてカシューナッツが滑らかなクリーム状になるまで混ぜていきます。滑らかになったらカシュークリームの完成です。硬さは少し緩めですが、もし絞り袋などで絞る場合はサイリウムパウダーを小さじ半分ほど入れて冷蔵庫で冷やしてから使うと硬くなって使いやすいと思います。ブルーベリーを入れてブルーベリーのクリームも作ってみました。いちごを入れたり、カカオパウダーを入れてチョコレートクリームにしたり、抹茶クリームにしたり、好きなバリエーションで作ってみてください。生地を好きな大きさにカットしていきます。丸い型でくり抜いても可愛いと思います。間にいちごを挟めたり、好きなアレンジで作ってみてください。ふわふわのスポンジ生地ではないので、ショートケーキというよりはタルトケーキのような感じです。ブルーベリーの方は酸味があってあっさり食べられます。果物と一緒に食べるとすごく美味しいので、好きな果物をたくさん挟んで食べてみてください。今日も最後までご視聴いただきありがとうございます。感謝いたします。また次回の動画でお会いしましょう。